10年後の経営自立に向け、再生に向けての経営改革の断行と、新時代の変化に対応した事業の進化に不退転の決意で臨む所存です。経営再建に取り組む JR 北海道の島田社長、収入源として期待する新たな都市開発の構想案を発表しました。まずは手稲駅から徒歩圏内という利便性の高さが売りのこちらのエリア。今年7月に閉店したスーパー銭湯の空き地およそ1万3000平方メートルを生かし、5階建ての賃貸マンションや雑貨店など商業施設3店舗を作る計画です。来年4月工事に着手し、再来年の開業を目指します。さらにスーパー銭湯があった札幌市中央区のこちらの場所も再開発が予定されています。中央区北三条西12丁目でも再開発が進められます。新たに15階建ての賃貸マンションと分譲マンション、フィットネス施設などを備える商業施設が2025年にも開業する予定です。島田社長は、まちづくりに寄与できるような都市開発を目指したいと話し、今後独自の不動産開発にも力を入れる姿勢を見せました。